ベルディハウスに、到着しました。ジゼッペベルディって感じ。すいませんすいませんって、ここイタリアの閉まってるぞ。なぜ？ちょっと中に入れてもらえるか訪ねてみたいと思います。ベルディハウスの中に入ってきました。本当はアパートとかその食堂とか、コンサートホールとかがこの2階にあるんですが、水曜日しか、見せてくれないそうで、この1階のこのエリア、のみ入ってもいいということなんで、ちょっと中庭に入ってきました。ベルディハウスを後にして、なんかすごくお腹が空いたので、今から何か食べたいなと思ってるんですけど、私ベルディハウスは1回その今日見れなかった場所も全部見てるんですけど、ベルディハウスを見た後って私少し元気がなくなるんで、ベルディはすごく素晴らしいことしたんだと思うんですけど、ちょっとなんかね、なんか元気なくなるんで、私にとっては。なのでちょっとそうですね、ご飯食べ、ご飯じゃないや、食事します。